はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルミッシュです。では今回はブロックフード、ストーリーモードをやっていきたいと思います。まあ、前回ちょっとね、サラサラっとだけチュートリアルをプレイしてみたんですが、まあ、今回から、まあ、ストーリーモードということで本格的にプレイの方をしていきたいなと思うんですけども、一応ストーリーモードはですね、全5章になってまして、1章ごとに完結するようなイメージになっています。なので、まあ、1回あたり1章ずつ全5章で、まあ、ちょっと長くなってくるようであれば1章2回に分けてプレイするっていうようなところも考えていきたいなというふうに思います。では早速ストーリーモード第1章をやっていきます。幼少期ということで、まあ、ちょっと内容はね、実は僕も初めて見ていくので、わからないんですけども、ゲームの内容自体は、前回もお話している通り、シムシティの、まあ、縦型版っていうんですかね。シムシティはね、横に横に街をとにかく広げていくっていうイメージだったと思うんですが、こちらのゲームはですね、縦に縦に積み上げていく、まあ、そんなイメージのゲームになってますんで、まあ、そのあたりの違いもね、お楽しみいただければなというふうに思っています。では早速中身を見ていきましょう。で、マップもね、これくらいなんですよね、大きさが。すごく小さいんで。で、ちょっと文字が小さいので読んでいきますね。ということで主人公が登場します。こんにちは、フードへようこそ。なんかこれは神様の視点なんですかね、この今の僕の操作している観点というのは。今ここに小さな隠れ家を建てるんだよ。手伝ってくれるということですね。まあ、ここを見てみると確かになんか隠れ家的なものがあるといえばあるな。スロープを入れてみたり、ツリーハウスに部屋を付け加えたり。で、ここではイノシシが登場して、ギャーとなってますが、では主人公の後を追っていきましょう。で、ここにはまだ通路ができていないよということなので、まあ、この辺りから少しずつ、まあ、街づくり要素が入ってきそうですね。で、通路をつなげてあげましょう。で、まあ、作れるとこ作れないところは、緑赤で分かりますということになってます。まあ、この辺りの操作方法はチュートリアルをね、もし興味ある方いらっしゃれば見ていただければと思います。まあ、ストーリー自体にあまり影響があるところではないかなと思いますので、このまま進めていっちゃいましょう。で、イノシシがいますね。で、こんなところに竹なんかあったっけかなということで、この竹を破壊する感じかな。で、竹を破壊したら、そこに芝生を埋めていきましょうか。おっと、ここも廊下なのね、芝生じゃなくて、まあ、てっきり芝生かなと思って先に芝生を展開しちゃいましたが、おっとっとっと、結構ね、この辺り操作感がシビアといえば少しシビアなんですよね。おお、そして変なところを破壊したんで主人公が宙に浮くという珍事が起きてるな。で、イノシシ発見という流れですね。ここでイノシシを探しましょうということになっています。で、このフィールドのどこかにそのイノシシが逃げ込んだので、イノシシを探しましょうというところですが、先に壊してしまったところをつなげておきましょう。で、見るモードでイノシシ狩りをしましょう。なんかイノシシ狩りってなるとね、なんかあれを思い出しますけどね。
もののけ姫。ねえねえ、そこのケムクジャラさん、お元気？おっと、今じゃ、じゃれ合っている暇はないよ、忙しいんだっていうことで、このイノシシは喋れる系、そうですね、話せるなって驚いてますけど、喋れる系だな。話せるイノシシなんて会ったことがないよ、これまさにもののけ姫だな。なんかもののけ姫に出てくるイノシシって、大概喋れましたよね。なんか下級戦士みたいになってくると、ブヒブヒ言うだけだけど、乙事主とかになってくるともう完全に言葉を操ってましたよね。もうこやつも後々乙事主みたいになるのかな。昨日見つけたこの美味しいカリカリのやつがもっと欲しいんだ。カリカリのやつって何でしょうね。バーガーのプレッツェルみたいな。それは木の上で成長して熟したら落ちてくる。あー、なんか木の実かなんかかな。で、そこから何が見えるっていうことですね。イノシシがいる場所を見てみましょう。はーい。ちょっと捜査官が慣れてなくて、あれですが、ただの水と木のように、水と草のように見えますっていうことですね。そのカリカリした美味しいものって何なんでしょうね。フード。まあ、フードっていうのはこの世界のことですね。ブロックによる資源のインプットとアウトプットがじゅで循環が発生していますということで、芝生のところを見てみると、地下水1のインプットに対して、アウトプットとしてレジャー3が、まあ、生産されるということになってますね。循環、資源パネルはフード内のすべての資源を表示。これですね。で、今フード内には小麦、水、まあ、もろもろいろいろありますよというところになってますね。水、新鮮な空気、レジャー、まあ、これらが、まあ、デフォルトであると。で、水に関しては147もありますね。あと蜂が239、原生地が513で、地下水が248、まあ、レジャーはね、芝生があるとデフォルトで3ずつ生成されていくんで、もうめちゃくちゃレジャーがありますね。どんぐり、その匂いはもしかしてどんぐりじゃない？まあ、どんぐりっぽいな。それは丸っこくてカリカリの皮の中に美味しいクリーミーな実が入っているのか。どんぐりって食べたことないけど、クリーミーだっけな。なんか硬いイメージしかないけどな。ミルモードでアウトプットがどんぐりのブロックを探しましょうということで、じゃあ、どんぐりの木を探す感じかな。これは？アウトプットが原生地、レジャー、新鮮な空気ですね。これも同じかな。ブナの木。これは？柳の木。文化1が生まれるんだ。何文化1って。謎めいた文化の1。お、どんぐりがあるぞ。枯れたカシの木。新鮮な空気に原生地レジャー、どんぐりを0.6作るのか。なんかおかしいぞって、なんか枯れてそうな感じがしますよね。確かに。そうですね。どんぐりができない。水が足りてないのかもしれないと。水は？いや、結構足りてるけどな。こうやって見ると。水は182、184あるけど。ブロックは必要とするインプットが満たされていないと徐々に崩壊に向かいます。まあ、壊れるってことですね。なんで水に十分な、木に十分な水を与えないんだ。スプリンクラーを作って水をあげよう。よし、じゃあスプリンクラーを作りましょう。給水塔、井戸、風車、これですね、スプリンクラー。じゃあ早速、脇にスプリンクラーを立ててあげましょう。で、スプリンクラーを立てたけど、まだ復活しないねということで、植え替えが必要だということか。では、壊れたどんぐりの木を壊して、新しくどんぐりを立てましょうか。で、
この歌詞の木を立てればいいわけだな。OK。なんかどんぐりらしきものが下に落ちてるのか。これがどんぐりか。結構細かいですね。で、カシノキが今、どんぐりを含むアウトプットを生産しているという状態ですね。バーカーがすべてのどんぐりを食べ尽くさないように、もう何本かカシノキを植えておこうということですね。じゃあ植えておきましょうか。で、画面左の上の方に7分の1って出てますんで、あと6本植える感じかな。まあ特に何も考えずにこの辺にガシガシ立てていきましょう。で、あと2本か。そうだな。まあこの端っことかに立てておきますか。で、これでどんぐりがいっぱいできますねという話につながっていきます。喜んで嬉しいよ、バーカーって。これどういう意味なんだろうな。バーカー、バカって呼んでるわけじゃないと思うけど、一緒にこの場所バーカーパラダイスに変身させよう。で、遊び終わったらホームボタンからフードをセーブするを選んで、これまで作ったものを保持しましょう。次に進む準備ができたら矢印をクリックしてね。よし。じゃあホームボタンで一旦ここでフードをセーブしますか。フードをセーブはできないね。あれだな。今これが出てるからだな。で、ここでもできない。まあ、途中でやめたい場合にできるっていうことで、今はこのステージをクリアしたのでできないってことかな。はい、というところで、まあ、ちょっとね、物足りない感じにはなってしまいましたが、チャプター1、1章コンプリートになってますんで、一旦ここで終わりにしてですね、次回はこの続き、第2章をプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。